こんにちは。第73世滝の内のすくね、竹内睦弘です。今日は第44代天皇、元正天皇について語ります。上帝です。名前は本当は日高って名前の人です。日高の子、氷が高い。なんか気高い女性のような感じがしますね。各天皇の名前、人物であんなに得とか覚えてると思いますが、本名知らないんですよね。で、元正天皇は日高って名前だったんです。ちょっと可愛いかなと思って、僕も女の子が生まれたら、秋津とか瑞穂にしようと思ってましたが、日高もいいなって思いましたけど、氷の女王です。この方は実は文武天皇を天皇にするための中継ぎの天皇です。中継ぎのための女帝。女帝はこの当時は中継ぎが多かったんですね。言語は霊気。霊の亀と解きます。霊の亀。なんでかというと、お尻にバーッと毛が生えた、髭がバーッと生えた、霊なる神が現れたということで、年号が霊気になったんですね。年号、そういう感じで日本の場合は使われます、本当は。ね、今度の言語にもし亀が現れたらどうなるんだろうって思いますけど、まあ、亀の年号を使いたかったのが足利義昭ですね。室町幕府15代将軍信長が留守のうちに勝手に元気っていう風に名前変えましたから、元の気って書いて信長が天正にしてくれって天下を正すんだっていう風に言ってたんですが、勝手にいない間にやったんで、その後すぐ追い出されました。将軍追放、野村がやることきついですから。初代人は磯の神の丸です。この人は実は物の部一族で、物の部家で唯一生き残った人です。物の部氏の、管理している、神宮、磯の神神宮の関係で磯の神の丸って名前に変わっています。実験者は実は初代人の磯の神の丸ではなく、右大人の方です。右大人は藤原の不人です。中富の鎌谷の子供、藤原の不人です。この人は、多く、日本の歴史を作ったことで有名です。その下にいるのが閣僚たち、中納言、粟田の真人。この人ははっきり言います。むちゃくちゃハンサムです。遣唐使に選ばれる条件は、長身でハンサム。粟田の真人を見たいということで、党の、助官たちは、みんな盗み見したそうですよ。粟田の真人。みんな盗み見したようですよ。かなりハンサムだったら確実。党の人が見ても確実にハンサムという粟田の真人、あとは、安倍のスクラマロ、安倍一族が一人選ばれました。竹内一族からは小瀬のマロが選ばれています。ここまでが大臣級です。まあもう一つ大臣級があるんですが、三義で、藤原の人息子をわざと次男を選んだんです。長男の無知丸は後でアップさせるんですけど、わざと次男のムチマロ、長男のムチマロじゃない、須崎を先にアップさせて参議にしています。ホッケの、藤原の中心となる後のホッケのトップ、須崎です。そして、非参議として長屋の、参議の地位は与えてないんですが、一応三味の位で、ほぼ準参議という形で長屋の王は来ます。長屋の王は、天武天皇の長男、竹内の巫女の長男です。長男の長男です。藤原氏にとっては最強のライバルになりますね。そういった形が取られていました。この新体制はあくまでも中継ぎです。中継ぎなんですが、不人はこの時、養老律令という律令を作ります。大宝律令と違って、養老律令を作った。で、この実は養老律令というのはですね、明治新政府ができるまでずっと続いてたんです。明治体制というか、正式に言うと、王政復古の大号令までは、ずっと養老律令が続いてたんです。だから、西郷隆盛も参議、板垣退助も参議、っていう感じでちゃんと残ってたんです。岩倉富美は右大臣とか、いう感じで、ずっと養老律令は残ってたっていう、変な話です。不思議でしょ。あ、大久保正信も参議院になってますよ。高杉晋作が死んじゃってたんですが、実は高杉晋作より大久保正信の方が年上なんですよ。意外でしょ。あ、長州藩から当然木戸孝允、桂小五郎が参議院になってます。意外と養老実用って新しい年代、明治になっても残ってたんですね。それではまた皆さん。